ダックスは、かつてホンダ技研工業が製造販売していたオートバイのシリーズ商標である。車載が可能なレジャーバイクをコンセプトにして1969年8月に発売。CT701972 年モデル 70CC 輸出使用者名は、小柄かつ低重心で長いホイールベースが、銅長単足の両肩ダックスフントを連想させるところに由来する。 当初はダックスホンダとされたが、1995年に復刻された AAB26 型のみックスが正式車名となる。発売後は、数度のモデルチェンジ実施や派生車種をラインナップ。1969年9月上旬からは、北米向け輸出モデル CT70 を設定したほか、 発売当初から一部の海外向け仕様 70cc モデルの現地生産が実施されており、日本国内向けモデルの生産終了、復活後も続けられたが2003年に終了した。車体は T ボーンフレームを採用。サスペンションは前輪をテレスコピック、後輪をスイングアームとし、ホイールサイズは10インチとされた。ブレーキは前後ともリーディングトレーリングで、 最小回転半径は1.6メートルである。スーパーカブと基本設計を共用する前傾80度クーレイストロークサイチェシー短気筒エンジン、自動延伸クラッチ折りたたみ式ハンドルとステップ、横にしても漏れない、ガソリンタンク、着脱可能な前輪、乗用車のトランクにも入るコンパクトサイズなど1967年に発売されたモンキーと同様だが、 より不正値での使用を想定した点並びに、内径 X 工程イコール39.041.4、排気量 49cc とした一人乗り原動機付き自転車モデルと、内径 X 工程イコール47.041.4、排気量 72cc とした、二人乗り原付き2種モデルをラインナップした点が異なる。ST50。 ST70ST50 ホンダコレクションホール所蔵車1969年8月14日に上述した車両解説に準ずる以下の4モデルを発表。エクスポートは全長を 1.510m1.495m に短縮、最低地上高を 130mm165mm、mm、に変更したモデル。全車種とも3段マニュアルトランスミッション。 自動延伸クラッチとされた。月産目標は輸出を含め1万5000台。標準現金価格は 50cc モデルが66000、70cc モデルが69000とされた。s t 5 4 s t 7 4 1 9 7 1年2月5日発表、同月10日発売の追加モデルで以下の設計変更を実施。ST50 スポーツ2、 ST70 スポーツ21972年2月28日発表同年3月1日発売の追加モデルで以下の設計変更を実施 ST56-7ST76-71976 年4月1日発表同月5日発売の追加モデルで以下の追加変更を実施また既存車種にも以下の変更を実施した ST50C MST50M1979 年2月20日発表同年3月1日発売それまでのシリーズ終了並びに 70cc モデルを廃止してチョッパータイプにフルモデルチェンジを実施3段自動延伸クラッチ仕様の ST50C と4段マニュアルクラッチ仕様の ST50M が設定された本モデルは1八十一年で国内での 販売を終了。AAB26,995 年1月18日発表、同年2月14日発売。年間販売計画4,200台、希望小売価格19万8000円で、国内向け販売を復活させた3段、自動延伸クラッチモデルで一家の変更を実施。1998年に施行された、平成10年排出ガス規制には、 未適応であることから、継続生産車両の期限となる1999年8月31日をもって生産終了となった。姉妹車として、以下の2モデルが存在する。形式名 ST90。1972年11月8日発売。スーパーカブ C90 と共用する内径。X 工程イコール50.045.4。 排気量 89cc エンジン搭載並びに14インチホイールを装着するモデル。1973年7月16日発表、同月17日発売。ダイヤモンドフレームに CB50 系の縦型エンジンを搭載するモデル。角型ヘッドライトや5.40サイズ、極太タイヤなど外観上の際もある。詳細はホンダのオーティダックスを参照。 長期にわたる生産かつ人気機種であったことから、ホンダ技研工業の生産終了後もコピーバイクとして生産を行う企業が海外に存在する。これらの中にはオリジナルになかった排気量の拡大やブレーキをディスクブレーキへ換装するチューニングなど独自思考が見受けられる。ありがとうございます。